こんばんは。いけたかな？どうだろう。こんばんは。聞こえますか？聞こえてますかね。あ、ちょっと待って。聞こえます？声大丈夫？どうだろう？聞こえてますか？声いけてる？ちょっと待ってね。こんばんは。聞こえてる？ OK です。 OKOK、 やりましょう。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。寒い。マジで寒い。こんばんは、皆さん。今日は、いや、ちょっとね、暗くしてみてるんですよ。本当はね、めちゃくちゃ、マックス明るくすると、めっちゃ明るくなっちゃうんで、ちょっとね、暗くして、このぐらいでいいかね。これぐらいどうだろう。こっちも明るくしすぎると、顔がテカりすぎちゃうんで。暖房ね、この部屋ないんですよ。だから、ヒーターでなんとか。てか、まだ引っ越してきたばっかでね、リビングしかないんですよ。寝室もないし、この部屋もないんで、超寒いっす。よし、やろうか。インスタ。ちょっと待ってね。2024、3月9日。OK。カーテンまだ、カーテンもまだ買いに行けてないです。まあ、ペラペラの紙です。やばいっす。いけた。インスタどうだろう。いけた。エアコンはね、リビングにあるだけなんです。でもね、なんだかんだ、いや、去年もそれで過ごしてたんで、いけっかなと思ってます。こんばんは。インスタの方も大丈夫かな。寒いんですよ、だから、本当に。エアコンね、だってでも、もう、時期あったかくなるし、ヒーターもあるし、いいかなと思って。そうそう。ニトリに行こう。やっぱそうよな、ちょっとな、寒いよな。こんばんは。よし。じゃあ、始めさせていただきます。改めまして、よろしくお願いします。じゃあちょっとインスタの方は、基本 YouTube でやってるんで、ちょっと、ただただ流してる形になっちゃうんですけど、コメントがあれば、ぜひ YouTube に来てください。ストーリーから飛べるのでよろしくお願いします。はい。梅雨明けまで寒いの？やばい。ちょっと信州の寒さ舐めてるかもしれない。はい。ということで、早速、おとといか。はい。ありがとうございます。いきなりのスパチャありがとうございます。ナイスゴール、ナイスピーキー、ありがとうございます。そうそうそう。ゴールもね、取ることができたんですけど、まあ、その辺についてもね、ちょっと話そうと思うんで、ありがとうございます。ゴール祝い。嬉しい。ありがとうございます。はい。ということでね、早速、おとといの、
9日に行われた、YCC 戦、まあ、古巣戦ですね、の試合の振り返りをしていきたいというふうに思ってます。で、まあ、それをする前にですね、ちょっと、まあ、まずは今日ね、3月11日ということで、僕、当時、中学3年生で、まあ、卒業式の日だったんですよ、この3月11日がね。で、まあ、その日に東日本大震災があって、で、まあ、そこで、僕は、まあ、千葉もだいぶ揺れたりとか、近くのね、ガスボンベというか、なんつうんですかね、大きなね、ガスがあるものがね、爆発したりとか、なんかそういうのもあって、あったんですけど、やっぱりその中でもね、テレビでこうやって見る映像とかもね、すごく衝撃的なのがあって、ちょっとまあ、やっぱりこの僕らがこうやってサッカーできてることだったりとか、普通にこう生活をさせていただいてることとか、まあ改めて当たり前じゃないんだなっていうのをね、こう感じますし、またこうね、先日アルビンでプレイをしてみてっていうところで、まあその辺もまたお話をさせていただけたらなというふうには思うんですけど、僕が例えば熊本に行った時もコロナがあって、もともとサポーターも入れないようなスタジアムからシーズンが始まったりだとか、まあそういったところもあって、本当にこう、まあ、当たり前じゃないんだなって、毎回この日が来るたびにね、まあ、感じて、本当に僕は、当たり前の反対は感謝だと思ってるんですけど、やっぱりその当たり前っていうふうに思ってしまうとね、どんどんその感謝っていうのが移れていってしまうんで、やっぱこういった本当に素晴らしい環境でやってることとか、サッカーをね、こう続けられてることだったりとか、まあ日頃日常生活できてることでも改めてこう感謝しないといけないなというふうな、思いでね、まあ今日この日をね、迎えたというところには、はい、なってます。ちょっとなかなか僕も、そこね、本当に、こう、すごいこの震災があった場所にかつていたりとか今までも多く行ったとかそういうわけではないのでなかなかこう僕の口からねこう SNS を通じて発信するってなかなか、ちょっと自分の中では、難しいなっていうふうに思うところはあったりするんですけどまずねちょっとこのライブ始まる前に今日またそういう日であるっていうところをね、改めて、まあ皆さんにもね、こう、まあ皆さんも、知ってると思いますけど、お話ししたいなっていうところでね、ちょっと最初にお話をさせていただきました。はい。ということで、じゃあ、早速ね、入って、いきましょう。はい。ということで、まずは結果ですね、ホーム開幕戦、3月9日。一昨日開催されて、1対1のドローと。一言で言うと本当に勝たなきゃいけない試合だったなというふうに思ってます。あれだけのサポーターが来てくださって、で、試合が開催できたのも、その数日前に、100名を超えるね、ボランティアの皆さんが、アルビンのね、雪かきをしてくれたりとか、来れなかった方々も SNS で呼びかけてくださったりだとか、応援してくださったりだとか、そういった皆さんがいたからこそ、こういうふうに僕たちがプレイできてるっていうところ。まあ、さっき当たり前、じゃないよねっていう話はしましたけど、改めてね、そこも一つ感じられたホーム開幕戦だったなというふうに思います。だからこそ僕らはやっぱ結果っていうところで皆さんに恩返ししなきゃいけなかったですし、引き分けっていうところで、決して満足できない、ゲーム内容でもありましたし、試合だったなというふうに思ってます。まあ、ただ、さっきもね、ちょっとスパチャの方で、ゴール祝いをいただいたりをしたんですけれども、まあ、山がで公式戦初ゴール、ホーム開幕戦で、取ることができて、まあ、それも一つ PK っていう形ではあったんですけど、それでもまあ0から1になれたっていうのは、まあ、どんなことをするにも、まずは1本目っていうのがすごく大切な中で、1点が取れたっていうのはすごく僕としても大きかった1点目でしたし、
あ、そういった中でね、この残りのシーズン、まあ、僕自身は20点以上取って得点を取るっていうのを皆さんに公言して、今年、まあ、加入して、ずっと言ってきてるんで、まあ、それを達成するためにもね、しっかり残りのね、試合も頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。また、あさってには、レノファ山口とルマンカップがあるんでね、それに向けても、しっかりね、こう、ジャイアントキリングを起こせるように。僕らはやっぱり、まあ、J3 だとしても去年9位っていうところで、やっぱり常に挑戦者のこう気持ちっていうのを忘れちゃいけないなと思いますし、やっぱそういったっていうところは、どっかでやっぱ、なんていうんですかね、挑戦を持たなければ慢心しちゃったりだとか、ちょっと止まってしまうと思うんで、やっぱそこをやり続けるっていうところ、それを、まあ、していきたいと。まあ、そういう意味でもね、一つ僕自身ゴールが取れたっていうのは大きかったゲームでしたし、次につながる試合でもあったなっていうふうには思ってます。それがちょっと、なんていうんですかね、大まかな振り返りというか。今日は、いろいろとそのゴールシーンのことでね、例えば PK の時にね、相手ゴールキーパー、まあ僕の大学の後輩なんですけど、もうずっとね、昔からシュート練をしてたりとか、まあそういった時にどんなことがあったのかとか、まああの日の試合のね、大きな振り返りと、あとは、まあ、細かなところも含めてね、この後、話をしていきたいなというふうに思ってます。基本的に前半は、そういった僕が多分、バーって喋ってるんで、コメントなかなかこう読めなかったりすると思うんですけれども、後半の、このライブの後半では、皆さんのコメントをこう読み上げながら、質問にも答えていきたいなというふうに思うんで、ぜひぜひコメントもね、していただきながら、まあ、楽しくね、ライブ配信を、まあ、一緒に楽しんでいただけたらなというふうに思ってます。よろしくお願いします。はい。ということで、まずは何から話そうかな。まずは、ホーム開幕戦であった。まあ、初めて僕がヤマゴのエンブレムを背負って、このアルビンでプレーをしたっていう。まあ、そのところからちょっとお話をしようかなというふうに思ってます。で、SNS、で、山形の公式 X で、選手がね、この入場する、下の練習会場か、まあ練習場がね、人工芝の練習場があるんですけど、そこからこのシャッターが開いて、ね、こう僕らが出ていく映像がね、ポストされてると思うんですけど、そこでね、ちょっと僕の表情を見ていただきたいんですけど、もうね、すごいなんか、こう、喜んでるというか、なんか子供かよって すごいなんか片言になっちゃった。子供かよって思うぐらい、なんかすごく本当に、楽しんでる、喜んでる様子が、そうそう、映されてたんですよ。で、それを、まあ、見た方いらっしゃるかもしれないし、見てない方はぜひ見ていただきたいなというふうに思うんですけど、改めて、シャッターが開いた瞬間、まあその前に、僕はそのアップの時に、スタジアムのね、このグラウンドを一周するんですけど、皆さん僕のコメントを多分覚えてる方が多いんでしょうね。加入の時に、僕はアウェーだったんですけど、こう、山鹿のサポーターの皆さんが敵チームに対して手を振ってくれてね、応援いただいたと。で、それは本当に老若男女全ての方々が、こう、本当にサッカーを、愛したりとか、まあ、山鹿を愛してるんだなっていうのを感じましたと。そういった、まあ、こう、普段に見られない、ありえない光景を目にしたんでっていう話をね、したからなのかもしれないんですけど、本当にたくさんの方に手振っていただいて、嬉しかったですね。あ、なんかこういう、ね、このスタジアムでやれる、こんだけのサポーターの皆さんの前でやれる。また、山鹿を愛して、サッカーを愛して、ね、買ってくれている、共に、この山鹿を作ってくださっている皆さんの前で、こう、プレイできるっていうのは、選手冥利に尽きるなっていうふうに思いでね、グラウンドを一周しながら、手を振りながら、また僕が行くとね、やっぱりこのタオルマフラーかけてくれたりとか、ユニフォームをね、こう、前と後ろ反対にしてとか、ユニフォーム手に持ってとか、背中で見せてるとか、まあ、背番号と名前をね、入れてくださっている方々、僕は基本もう、見つけたら手振るようにはして、もうそれは試合終わった後もそうなんですけど、極力できるようにはして、まあ全員にもしかしたら、いや、私のところ、
僕のことところ来てないって思う方いらっしゃるかもしれないですけど、できるだけこう皆さんに手を振ったつもりではいるんですけど、やっぱそれだけ多くの皆さんが期待してくださって、いるっていうところはすごく喜ばしかったですし、本当に青春冥利に尽きるなっていうふうな、はい、思いでね、まずはスタジアムインしたのを覚えてます。で、まあそのアップが始まる前に実際にまあこう、なんですかね、準備が整った、サポーターの皆さんの前で行った瞬間に、いやー、本当に幸せな瞬間を、まあ、噛み締めながらですね、もう自分のモチベーション、ボルテージっていうのはぐっとその瞬間に上がって、行くぞというような思いを、強く胸にしたのを覚えてます。でそんな中で、まあ、アップ中だったりとか、あとはアップのシュートの時だったりとか、個人のちゃんと、あれをやっぱ皆さんに歌っていただけた時には本当に感慨深かったというか、僕の大好きな歌、まあ、湘南乃風さんのビッグアップっていう歌なんですけど、まあ、昨日、その試合の当日も、スタジアムに入る前の最後の曲は絶対ビッグアップっていう風に決めてるんですけど、それで僕はスタジアムに入ってきて、で、それで気持ちも高めて、で、ウォーミングアップして、で、スタジアムの中入って、で、その中で、ね、こう、皆さんに歌っていただいて、またグッとね、自分の中での感情っていうのを込み上げてきて、まあ、だからこそ皆さんの前で勝利と、また取れてなかったゴールっていうのを目の前で、掴み取る、そういったところでね、強くこう決意して、まあ、こう試合に臨んでいったというようなね、ところでしたね。本当に、やっぱ最高だなと。もう山がプレミアムだったりとか、いろんなメディアの前で言っていたんですけど、やっぱそこはすごく、改めて感じる開幕戦になったなというふうに思ってます。はい。来てよかったなと思いますし、だからこそ皆さんを行っただけまで連れていかなきゃいけないなと、改めて強い覚悟も生まれた、一戦だったなというふうに思ってます。はい。で、まあ、試合に、こう、そこからね、入っていくんですけど、まあ、僕も、こう、古巣っていうところもあって、まあ、知ってる選手はもう少なくなってしまったんですけど、やっぱりね、この YACC の選手たちは、僕が自身がそうだったんで、あれなんですけど、やっぱりこれだけのスタジアムできるっていうのは、向こうの選手にとってモチベーション上がる。また、その、数日前にルヴァンカップで、水戸を倒して、敵地、アウェーまで来てると。まあそういうような、相手の勢いに対して僕らがそれを上回る形で全てですね、上回っていかないと試合は勝てないと。そういったところで、まあ、チームでね、こう、みんなで話し合ったりとか、まあ、先日ももちろんそうですけど、まずはそういったこう、気持ちの部分、球際の部分、戦う部分、そういったところを、やっぱりそこの水準をですね、高くして、YSCC を飲み込むと、そんな思いで、試合が入っていたんですけど、まあ、前半、まあ、いくつか、まあ、前からのプレッシャーはまって、奪って、ショートカウンターが出たシーンだったりとか、まあ、ボールを保持して、いる中で、まあ、そこまでね、大きな、これ決めればみたいな決定的なシーンってなかなか作れなかったっていうところがあって、で、僕自身にもなかなかそのボールが、僕自身も関与することは少なくて、でも僕は、正直、じゃあ試合の中で、ワンタッチしかしてない。でも1点取れれば、僕はそれで、僕の中では、まあ、結果としてはいいんですけど、でもやっぱり、そのね、なかなか浅川に入んないなっていうのは、多分見ていて思ったんじゃないかなというふうに思っていて、特にクロスとかも、ちょっとね、この、浮き球のボールが多かったりっていうのがあって、
だと思うんです。で、まあ、そんなところも、まあ、実はね、その、この間のハロウィンって、まあ、本当寒すぎて、散水ができないっていう状況だったんですよ。水のあれが、なんていうの？散水管というか、それがね、やっぱこう、水をまいてしまう。多分、破裂しちゃったりとかして、今度、スタジアムが使えなくなってしまうみたいなところもあると思う。あるみたいな形で、散水ができなかったんです。なので、下がね、すごくこう、止まるようなグラウンドだったので、僕は、このキャンプから通じて、やっぱりそのサイドからのクロスだったりとか、僕に入るボールっていうのが、基本的に例えばキーパーとディフェンスの間に速いボールとかね、こう、低いボールだったりとか、速いボールできて、そこにもうワンタッチで、角度を変えてね、ゴールに投げ込むっていう、まあそういうのをずっと、チームとしてもやっぱ持っていた部分でもありますし、やっぱこうと僕もやり続けた、示し続けた中で、なかなかそういったシーンっていうのは、やっぱりこの、その芝だと難しいっていうところがあったんで、まあ、少しね、それよりも、例えばボールが速くなるように、ちょっとこう浮いたボールで、クロスがあったりとか、そういったところで、なんていうんですかね、そういったスタジアムにもこう適応しながら自分たちのこう、サッカーだったりとか、僕のこう特徴だったりとかもこう生かしていかないといけない、まあ、そういうような、試合になったんですね。だから、普段よりもちょっとそういうボールが多かったりとかっていうところがあったっていうのは、実際にそういったことがあるっていうのは、まあ、一つね、多分中の、選手とか、しか、知らなかったりするところもあると思うんで、あ、なるほど、そういうことだったのかなっていうところは、一つね、皆さんに、知ってもらえる、いい、機会かなというふうに思ったんで、まあ、そういったところもあって、まあ、そういうような選択をするような、部分っていうのも、多々あったなっていうふうには、思ってます。まあ、それでも、やっぱり、もちろん、こう、ボールを保持したりとか、自分たちのリズム、時間っていうのが多く、あった中で、やっぱりもっともっとそのゴールに対して、なんていうんですかね、まあ、もちろん前半なんで、そこからね、奪われて、リスクがあるボールをね、こう出して、奪われてカウンターっていうのも避けたいですけど、でもやっぱりそのゴールを取るためには、もう少しその、特に相手の、ボックスの中にその侵入するパスっていうのは、多少リスクがあっても、たとえそこで取られたとしても、なかなかそこから一発でゴール前まで行かれるっていうのはなかなかないので、そういった意味では、もっとそういったボールも、やっぱり僕もよ、もっと要求しなきゃいけないなっていうふうに思いましたし、もっともっとこう、みんながそこに対しての意識っていうのを向けなきゃいけないなっていうふうにも思ったゲームでもあったかなというふうには、思ってます。で、後半ね、もっとね、こう、おせおせな展開、まあ、失点してから、まあ、状況になってから、まあ、特に残りの、10分15分とかで、コーナーの数が多分急にガッて増えたりだとか、ちょっとこの、五分五分のボールが入るようになったりとかっていうのがあって、多分この、皆さんのボルテージも上がって、応援のボルテージも上がりながら、僕らもこの、よし、これでもう1点取って、勝ち越すぞっていうような、テンションになっていった。まあ、それはもちろん90分通してのこの、なんていうんですかね、自分たちの時間、相手の時間、いろんな90分でのマネジメントっていう考えると、もちろん前半は0対0でももちろん OK だし、90分通して勝てばいいっていうところもあるので、いいんですけど、まあ、もう少しね、こう、やっぱり先制点を取れることがどれだけ重要かっていうところはあるので、まあ、そういった意味でももう少しやってもよかった、前半でもあったかな、なんていうのは、まあ、後半も途中もそうですけど、思ったっていうのは、僕もね、こう振り返ってみると思ってます。で、まあそういった中で、まあこう前半、僕もそこまでというか、多分シュートも打ってないですかね。だからこぼれに反応とか、そういった場面が多かったりとかもしたんですけど、まあ前半とりあえず0-0で終わったと。で、まあこう、前々節と開幕戦のこの1節2節っていうところで、自分たちが、そこまで多くの主導権を握ってっていうところが、ずっとね、時間があったわけではない時間もたくさんあったりとかもしたので、まあそういった意味では自分たちの保持する時間多かったりとか、
はあったんですけど、でも、やっぱりその、ゴールに向かう回数っていうのをもっと増やしていきたいねっていうのは、こう、いろいろね、選手と話しながらやってて、でも、やっぱりその、後半の立ち上がりで失点してしまってはいけないから、まずはこの立ち上がり10分、ね、その時間を、こう、ちゃんと自分たちの、時間として、こう、入っていこうと。まあ、そんなハーフタイムで、あったんですけど、まあ、後半ね、立ち上がりすぐに失点してしまったと。で、まあ、失点もね、本当に、多分本当に相手の決定的なチャンスっていうのは、あのぐらいしかなかったと思いますし、まあ、だからこそ止めなきゃいけなかった。もちろん自分たちが、こう、ミスをしてっていうところはあったりするんですけど、やっぱり全員で、こう、守れるところはあったと思いますし、やっぱりもっとそこの、やっぱ結局試合を決めるのはそのボックスの中の質、攻撃もそうだし、守備もそうだし、敵陣自陣の、そのペナルティエリアの中の精度なので、そういった意味では、やっぱりこの簡単にいいシュートを打たれてはいけないですし、その前にもちろん、まあこうパスミスがあったりだとか、簡単に突破されてしまうとか、そういったところはもちろんあったりするんですけど、やっぱりそこの最後のこの人につくっていうか、こうシュートを打たせないところ、やっぱそこをこうもっとやっぱ全員が、考えて、その前から止められる、その前からね止められる、でもそれができなかったら、でも最後の最後で、ここで、しっかりシュートね、目をつむっていう、そこがまあ、こう、できなかったからこそ、ああいうふうに失点が生まれてしまった。っていうふうには、思っていて。で、まあ、ただ、1点で抑えてくれたっていうのは、やっぱ僕たちは、やっぱりこの複数得点を取ればね、こう、勝てたわけで、だ僕たち前線の選手からすると、特に僕は、やっぱりこう点を取ることで、やっぱチームを勝たせなきゃいけないので、そういった意味では、まあ、後ろは1点に抑えてくれた。だからこそ、僕らがこう2点、3点と複数点を取らなきゃいけなかったですし、取れるチャンスもたくさんあったんで、そういった意味では、まあ、もちろん失点も、まあ、あれだけの少ないピンチの中で失点してしまう。っていうところは改善していかないといけないですけど、まあ、僕は前からの目線で言うと、やっぱり後ろは1点でも、まあ、言うたら最初失点、まあ、0が一番ベストなんですけど、それでも失点してしまったとしても、一番少ない失点数で、抑えてくれてたんで、やっぱ前が点取らないといけなかったなっていうような、ゲームでした。なので、後半は特にその失点をしてから、もう1回チームの中で、どういうふうに攻めていくか。まだ失点したのが早い時間だったので、まあ残り、まあ後半ほぼ丸々フルのね、45分あると。ロスタイム含めると。まあそういった中で、やっぱりその慌てずに、ちゃんと自分たちが、こう、まあこう、しっかりね、自分たちの時間を作って攻めていって、時にはその綺麗に崩すだけじゃなくて、特にあのゴールシーンになった PK の場面とかも、後ろからの一本の背後へのランニング、僕がこうランニングをして、で、そこで前でなんとか頑張って、中に折り返したところに、まあ、カズマが出てきて、で、カズマもやっぱり外から見た時にね、この、やっぱ自分が出た時には、こう、どんどん仕掛けていくっていう、そういうような思いで入ったっていうところは、話してしまいましたし、そこで彼が、ドリブルで突破したところに、こう、PK になってて、やっぱりそこの、まあ一つ、僕がまずそういった、こう、背後にランニングしたこと、またそこで、頑張ってなんとかマイボールにできて、カズマが、なんとかこう突破をしようと試みたこと。やっぱそこの、さっきその前半で、もっとこの強引にゴールに向かっていく、ペナルティーエリアの中だったらそうだし、シュートに対していくっていう、そういったところが、まあこう2本続いたことで、ああ言った、まあ決定的なチャンス、まあ PK になるっていうね、ところまで行けたので、なのでそういった、やっぱこの、ゴールに対して、しっかり、逆算した上で、こう、背後にね、綺麗につなぐっていうわけではなかったですけど、1本の背後で、で、1回のこのドリブル突破で、そこまでの決定的なチャンスは作れるんで、そういった意味では、もう少しああいったものを、今後も増やしていけると、
より攻撃のバリエーションとか、シュートのシチュエーション。それも作れると思いますし、もっと決定的なチャンスも多く作れるんじゃないかなって。まあそういったのが、もちろん相手がほぼ11人、相手のピッチで、ボランチに2トップがついてくるみたいな、本当にずっとベタ引き状態だったんで、それを崩していくってなかなか難しいんですけど、それでも、そういった少しリスクがあってもいいから、やり続けるところっていうのは、もっともっと出せると、もう少しいい、2点、3点と、取れるようなところにつながったんじゃないかなっていうのは、まあ、振り返ってみて、思いますね。まあ、その辺が、もっとできたらよかったなっていうふうに思ったシーンでした。まあ、特にね、途中で、右の最後の喉から最後に僕、抜け出して、そこから、並走して、一個体前に投げ出して、ボールね、ボールっていうか、ドリブルを突破しようとしたところで相手が足に触ってコーナーキックを取ったって、ああいうふうに、なんか一本の縦パスで、別にコーナーキック取れるんだったら、それでまたチャンスにもなるんで、そういった意味でも、やっぱりそこの、部分、もう少しいい、自分たちのボールを大事にする時間、リスクをかけない時間と、やっぱそれだけちょっとリスクをかけても、いい瞬間とっていうところの、マネジメントを、まあ、さらにね、課題を持って、改善できるといいのかなっていうふうに、思ってます。はい。ですね。なんで、まあ、そういったところも含めてね、まだまだできること、たくさんあるなと、まあ、課題と、まあ、まだ、ただ、それでもね、追いつけたことだったりとか、もちろん勝ち越しはできなかったですけど、まあ、勝ち点が拾えて、自分のね、いいところもたくさん出せた、まあ、そういったところのポジティブに目を向けながら、ただ、やっぱり優勝っていうところを、僕らは基準としてるんで、そういった意味では、全然足りない、もっと基準を上げていかないといけない、そんな指標となる試合でもあったらと、いうふうに思ってます。まあ、なのでね、残りのこのシーズンの中で、どん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 良くなって、もっと良くなって、右肩上がりにいってって、最後ね、優勝っていうところを掴むためにも、やっぱりこのままじゃダメだ。常にやっぱりチャレンジャー、挑戦することをね、念頭に置きながら、日々一つ一つ、たまにはその一つじゃない、ね、もっと飛ばしながら、成長していきながら、もちろん波はもちろんあると思いますけど、チャンス全体で見たら、右肩上がりになって優勝できるように、毎試合毎試合ね、しっかり準備していきたいなというふうに思いますし、まあ、次のね、ルヴァンカップって、まあ、普段では、たった対戦できないカテゴリーのね、チームとできるので、そういった意味ではそこでまた勝って勢いつけて自信つけて、ここのね、残り5連戦、しっかり全部勝てるように、準備していきたいなというふうに思ってます。はい。で、まあちょっと PK のね、シーンに移るんですけど、まあ PK になった時に、まあまずカズマがね、取ってくれたっていうのはすごく良かったですし、その中でね、よし、行ってこいと。カズマはね、背中を戻してくれて。で、まあ、僕が切るってのは決めていたのでね、僕がボールを持ってたんですけど、ボールを持ってるとね、まあ、相手の児玉選手が話しかけに来るわけですよ。ね。で、実はですね、昨年僕が奈良にいたときに、まあ、アウェイのワイエス戦、だから、まあ、日発に乗り込んだときにですね、0対1のときに、今 PK になってですね、まあ、それは相手が手でもかき出したっていうところで、まあ、本来であればその後ゴールが入ってて、僕が押し込んだんですけど、それがノーカウントになって相手が一発退場の PK になったんですね。で、そのシーンで僕は、まあ、彼とのし、まあ、その当時も児玉選手、その対決に僕は敗れてしまったんですよ。だから僕は外してしまったんですね、昨年。で、その実はその彼とは大学の2個下の後輩で、
もう毎日のように練習終わったらシュート練や PK だったりとかをずっとやってて、お互いのこの、強み弱みっていうのを知ってる状況。まあもちろん、それから時は流れて、お互い成長してるわけですから、その弱かった部分も克服してるでしょうし、まあ強くなった部分ももっと強くなってるでしょうし、まあそういった意味では本当にお互いが、心理戦なわけですよね。どっち蹴るのか、またどういうふうに駆け引きするのか。ね、そういったところを、こう、まあ、PK の瞬間ってやるんですけど、まあ大体ね、別に、まあ知らないキーパーも、まあそういうのは多いですけど、大体プレッシャーかけてくるんですけど、特にまあ彼の場合は、まあ仲良かったってもありますし、まあ去年外したのもありますし、去年と同じコースとか、また PK だねとか、緊張してるとか、そんなことをね、プレッシャーかけてくるわけですよ、向こうから。で、僕はまあまあ落ち着けと。まあまあ、やっぱりこの試合でのリベンジって、じゃあ例えば練習でやって、それがね、リベンジ達成できるかっていうのは、全くないので、やっぱ試合で、こう、リベンジしていかないといけない。そういった意味では、よっしゃと。巡り合ってきたぞと。去年、まあこう、相手に、その児玉選手にこの負けた駆け引き。そこを今日は自分が打ち勝って、そのリベンジを果たす時が来たと。まあそんな風なね、思いを描きながら、ボールをね、もらったわけですよ。で、ちょっとね、潤とも話をしてて。で、まずちょっと、バックスタンドの方を見るんですね。で、わあ、やっぱすごいな、応援って思いながら。で、もう一回この、ゴールの方向を向くんですけど、PK をする方がね、もうメインのゴール裏、ホームのゴール裏っていうところなので、余計やっぱその、すごいね、この、サポーターが、もうまあ緑の壁みたいになってるわけですよね。ほぼほぼ本当に超満員みたいな感じなんで、後ろのそのホームの、ゴール裏っていうのね。で、まあ、こう、逆サイドね、アウェー側の、ゴール裏見てから、メインじゃないね、バックスタンド側っていうんですかね、の方もちょっとバーって見ながら、ホームのゴール見たときに、やっぱすげえなーと思って、なんかその時に、なんか僕は、自分でも、こう、別に意識はしてなかったんですけど、あ、表情緩んだなって思った瞬間もあって、で、実際に、ダゾーンでも、その瞬間をね、こう、なんですかね。映されてたんですけど、フルマッチでね、見れる方は、ぜひ、その PK のシーン、だけちょっと見てもらえたらね、その瞬間わかると思うんですけど、すごく僕もちょっとこう、なんであの表情が出たのかわかんないですけど、なんかすごくね、パワーももらえましたし、改めてこの落ち着ける時間、落ち着ける瞬間を作ってくれて、また背中を押してくれた、やっぱりサポーター、たちだったな、というふうに、思ってます。で、まあ、その中で、まあ、彼とのその、駆け引き、まあ、去年の駆け引きで言うと、最後、彼がちょっと早めに動いたんで、もう少し外側に蹴んなきゃいけないなっていうので、枠をね、ちょっとずれてしまったんですけど、もう今回は、しっかり狙った方向に蹴ると。で、まあ、前日、まあ、僕、まあ、毎回練習終わったら、PK 練習、まあ、シュート練もするんですけど、シュート練習もして、PK 練習、絶対1本だけっていうのを決めてて、1本だけ、練習をしてね、蹴るんですけど、その前日に蹴った方向と、まあ、ほぼ同じ、方向というか、もう場所も同じところに、決めて蹴ってたんですけど、まあ、そこに、まあ、すごく蹴れる感触も良かったんで、まあ、そこに、もう、こう、決めて蹴ったという感じですね。で、普段だったらもう少し、こう、相手のキーパーのね、逆ついたり見たりするんですけど、まあ、前回その、相手のこの、動きを見て、さらにちょっと横に蹴んなきゃなっていう意識で、外に行ってしまったっていうのもあったんで、まあ、今回決めて蹴ろうっていうところで、まあ、ちょっと真ん中やや左、まあ、左の方なんですけど、上の方にね、狙って蹴って、まあ、決めることができたと。まあ、やっぱ皆さんの多分、こう、力もこもってね、かなり、この、勢いの乗った、シュートで、決められたんで、まあ、皆さんにこう挨拶代わりの一点にはなったのかなというふうな、思
思います。そうそう、練習見られたらバレちゃうねって、僕、その時は、前回は、そういうような感じだったんですけど、普段は、基本的にはゴールキーパー見ながら、そうやってね、逆を取ったりとか、だからその時によって全然違うんで、その時のピッチコンディションもそうだし、天候もそうだし、風向きもそうだし、それがホーム側なのか、アウェー側なのか、まあその時によって自分はそうしようっていうふうに決めて蹴るんですけど。なので、まあそういったところで、まあ、前回ね、それで方向を決めて蹴ったと。で、終わった後も彼とも話したんですけど、同じ方向を蹴ってこないだろうなっていうふうに思ったみたいな。まあ、前回と逆の方向を蹴ったんですけど、っていうのと、まあでもあそこは止められないねっていうところで、まあ、僕も勢い持って蹴りましたし、でも、その後、最後の最後で、彼にね、ビッグセーブもさせら、あのし、さす、えー、ビッグセーブもされたんで、まあそれもね、まあ PK で点は取ったけれども、ビッグセーブもされたんで、まあ、痛み分けかなと思うような、まあ彼との、個人的な、まあ、やりとりだというようなところですね。なんで、もしかしたら J リーグの中で一番嫌かもなっていうぐらい嫌な、キーパーですね。まあ、それっていうのはもう、昔からの、ずっとお互いがね、知り尽くしてるものがあるんで。まあ、そういった意味では、それでもプレッシャー、やっぱ、傍から見るとね、プレッシャーもすごいだろうなっていうふうに。僕は、なんかその時はそんな感じなかったんですけど、なんか、画面越しで振り返ってみた時に、うわ、なんか、これ、緊張するよな と思いながら、なんか、見てる自分がね、自分でもないような感じ。な感じするぐらい、まあ、こう、やっぱりね、みんなが、特にホームのゴール裏の目の前なんで、みんながそこにね、集中するわけなんで、やっぱ、その一本の、シュート、その一瞬を、この大人になって、ね、これだけのお客さんとか、これだけの期待を背負って、ね、本当に自分の一本の、シュートが、こう、ね、皆さんの期待をこう超えられるのか裏切るのかっていうところになるのってなかなかない経験なので、そういった意味では、まあ、去年ね、こう、そういった PK を失敗してしまったっていう、本当に悔しい思いをした中で、一つね、それをこう、また乗り越えて、いけた。自信にもなった。また、山賀の初ゴールっていうところもあって、まずは一つ、まあ、PK でしたけど、積み重ねられたっていうのは、まあ、大きな自分の中でもね、一歩目だったんじゃないかな、というふうに思ってます。はい。まあ、こんなところですね。はい。ただ、まあ、で、ただ、やっぱり、こう、1対1っていうところで、結果勝てたらなかったんで、そういった意味ではまだまだ僕もやらなきゃいけないこともあるし、チームとしてもやらなきゃいけないこともあるし。で、試合終わった後に、ヒーローインタビュー終わって、まあ挨拶をしていくっていうところでね、ちょっと僕は初めてだったもんで、あっちから行ってって言われたんだ。まずはホームのゴール裏の方の、メインスタンド寄りのコーナーのところから挨拶をしていくんですけど、そしたら、ホームのゴール裏だと思ってたんですけど、ああいうふうに流れてってって言われたんで。ただどうやらそこからこうメインスタンドずっと横に行ってから、アウェイのゴール裏の方行って、バックスタンド行って戻ってくるっていうような、動線があったみたいで、それをね、サポーターの皆さんに、あ、こっちじゃない、あっちだよって言ってくれて、ちょっとね、こう、和んだというかね。ただ、なんか、試合終わって、もちろんやっぱりこの、本当にたくさんの方が、タオルマフラーかけてくれたりとか、ユニフォームをかけてくれたとか、なんか、名前呼んでくださったりとか、手振ってくださったっていうところもあって、僕はできるだけこう、一人一人に、笑顔でこう、返してて、いや、それが、なんでそこまで笑顔っていうかね、こう、笑顔で返してたか、っていうと、本当に多分、すごい、
やっぱり環境でできたっていうところを楽しめてたんだと思いますね。で、それだけのこうサポーターに手振っていただいたりとか、そういうなんか隠れていただいたりとか、名前呼んでくださったりみたいなところで、言っていただいて、本当に嬉しかったんでしょうね。ただただのサッカー少年になってたなと振り返ってみて思うんですね。ただ、なんか、ね、振り返ってみると、あ、でも、やっぱりそれを、やっぱ、勝ってないし、うん、そこまで、うん、いや、もちろん、そう、やっぱ悔しい気持ちもあって、そういうこのヒーローインタビューでもそういう話をして、で、戻ってったんですけど、でもそれでもそういうふうに、やっぱこう、手振ってくださったりとかっていうところで、ね、その方々が、じゃあ、また次いつ来れるかもわからないですし、今日のこの試合が、もしかしたら最後になる人もいるかもしれないし、そういった意味では、やっぱりその来てくださった時に、一人でも多くの方々にまた来たいって思ってもらえるように、やっぱ僕たちもしていかないといけない。それはもうチームとして勝つこともそうだし、僕も個人としても点を取ることもそうだし、やっぱ一つのそういうふうに、どっかの、何のきっかけでそう思うかどうかは、やっぱ人それぞれでわからないので、まあそういった意味でも、やっぱりできるだけ皆さんに、あ、今日、浅川選手から手振ってもらったとか、まあ、ゴール見れてよかったとか、いや、ゴールの、煽りよかったとか、なんかね、そういったところで見て、いただく、いてて、あの、いてもらえ、見てい、いただく、そんなところもあるんですけど、でもやっぱり、勝ってないなっていうのを改めてこう、思うので、やっぱそういった意味では、もうちょっとやっぱ引き締めなきゃいけなかったなっていうような反省もあったなというような、まあ、ああいったね、こう、手を振ってたりしたんですけど、次はちゃんと勝ってね、ああいうふうにもっとたくさんの笑顔で、もっと、多くの方々に手を振れ、手を振ってね、こう、喜んでもらいたいなと。で、一緒になって、アルプス一万尺踊って、今日も勝ったね、よかったね、また次も応援行こうねって、そういうふうに言ってもらえるように僕たちは行かないといけないなと。そう。なので、まあ、そういった、なんかこう、ただただサッカー少年のように楽しんでしまった自分。また、もちろんやっぱりその一つ一つのプレーや、その一つの、まあ、こう手を振ることだったりとか、ファンサービスだったりとか、それが、何かこうもう一回来てくれることとか、これからも応援してくださることにつながればいいなっていうふうにやった思いと、いや、でも、やっぱ試合の結果においても、やっぱ、勝てなかったよな。やっぱそこを、なんかうまくね、こうバランスも取りながら、ちょっとやらなきゃいけなかったなっていうような反省もあるなと。ただやっぱりこういった YouTube もそうですけど、僕は、まあ今回引き分けですけど、例えばこれがシーズンの中で、負けてしまっても、この YouTube はやり続けますし、そこのこう結果がどうであれ、こういった、なんですかね、ファンとする機会だったりとかは、こう、やり続けて、まあ、そういうふうに、僕の思いをね、伝えてもらって、次ね、もう一回こう、行きたいなと思っていただいたりとか、一緒に、いや、こう、一緒に、これからね、もっと手を取り合って、一緒になって、まあ、それこそワンソールで、いただき目指しましょうと。まあ、そういったところも、こう、みんなにね、こう、持ってもらうためにも、やっぱこういったものはね、ずっとやっぱシーズン通して、やり続けるんですけれども、でもやっぱりこの試合の直後っていうのは、まあ、その辺もこう、うまくこうバランスも取りながらやらなきゃいけないなっていうふうに、思った試合でもあるな、試合終わった後のね、ことでもあるなっていうふうに思いました。だからそこはなんかまあ一つ反省でもあるのかなっていうふうには思ってますね。そうそうそう。なんで、
で、その辺はうまくこう、ちょっとね、このバランスも取りながらですけど、でもやっぱりそういった、一つね、本当にいい、こう、一番最初冒頭に当たり前じゃないよねっていうところを話しましたけど、いつね、来れなくなるかもわからない、この日が最後かもしれない、その時にゴールを取ってくれた、その時にやっぱこう、手を振ってくれた、目があったとかね、それで気づいてくれたとか、そういったところでもこう、何かね、持って帰ってもらえるように、でも、ピッチの、その90分でやってる時には、僕ももちろんそのゴールを取ることだったりとか、じゃあ、途中でね、さっき話しましたけど、こうコーナーキックにね、苦しい体勢の中でもコーナーキックにするして、るところだったりとか、戦うことだったりとか、そういったね、ところ、そういった部分もやっぱりこう見てもらったりとか、感じていただいたりとか。っていうのがね、どこでそういったきっかけになるかもわかんないんでね。そういったところもこう作っていけるようにね、していきたいなというふうにこれから思ってます。はい。ってなところでですね。はい。ちょっと、ね、振り返りが長くなっちゃいました。残り10分ぐらいになりましたね。もちょっと読みながらいきたいなというふうに思います。そう、花粉症はね、大丈夫です、特に。千葉に行った時はね、よくなってたんですけど、最近はあんまり感じないですね。あ、雪かき行ってくださってたんですね、ありがとうございます。で、皆さん、多分ね、いろいろ発信してくださった方々もいらっしゃると思うんで、本当にありがとうございます。去年のね、小松選手の PK から始まって、で、実は僕が得点を取った時、第3節に点を取ったっていうところが始まってるんで、はい、今年は得点をなれると思ってます。20本のシュートがあり、それがなぜ得点にならず、浅川選手なりのコメント、そうだな。前回僕はこの YouTube でも話したんですけど、やっぱりこの点が取れる取れないっていうのは一つ結果でもあるので、その母数を増やしていくっていう、だからそのシュート数を増やしていくことでしか、やっぱ得点のチャンスを増やしていくっていうのは、増えないので、やっぱそこをまず増やすっていうところは一つ。ただやっぱり20点の中で、その確率、的な部分で上げられなかったっていうのは、やっぱりこう、最後ね、なんていうんですかね、ボックスの中で、一個落ち着きを見せることだったりとか、ちょっと強引に行くことだったりとか、なんか強引にもっとシュートを打ってみることだったりとか、あとはやっぱり、その準備の部分、ですね。やっぱ僕はそのゴールを取る上で、前節も話したんですけど、シュートを打つときには、最後こう、ディフェンスとの駆け引きが終了しておいて、最後キーパーとの駆け引きをするっていうような形が一番僕の中では、ゴールの可能性が取れる、確率が高いっていう話をしましたけど、やっぱそういった意味でも、やっぱりこの、いかにそれまでにゴールのイメージを持って、シチュエーションを自分の中でイメージして、そこの瞬間に立てるかだと思うんで、やっぱり準備をしてないと、そこにいざボールが来たとしても反応できなかったりとか、してしまうし、あとは、よくその僕はその子供たちに教えたりとか、話したりもするとかもそうなんですけど、例えば、こうやってね、コップをこうやって渡された時に、多分、皆さん、こう、じゃあコップ持ってくださいって言ったら、こう勝手にね、手がコップの形すると思うんです。ね、それでこうコップを持てると思うんですけど、それっていうのは今までの経験値と、あとはその別に意識して、その手の形を、じゃあ例えば、もう少し何センチちょっと広げてとか意識してるわけではないですよね。それまで反復練習することもそうだし、あとはその、その先の
こう、準備をしているかどうかで、まあ、こう、ここを、この、握るっていうところ、だから今はコップを持つっていうことが大前提あるんで、握るっていうところまで意識してないですよね。うん。そこはもう、無意識のうちにできてる。だから例えば、シュートを打つっていう時も、もちろん僕は、最短で言うと、やっぱりそのワンタッチゴールっていうのが最短だし、僕の武器であるそこはね、あるんで、さっきの言った話になるんですけど、もちろんファーストタッチする、してからシュートっていう場面もあるわけで、ってなった時に、例えば、ファーストタッチしようしようしようって思ってしまうと、結構ね、体がね、例えば硬くなってしまったりとか、ああ、そういう時に限って、なんかね、こう、ミスしてしまったりとかするんです。でも、そこに、先にゴールっていうところがあると、パッとね、このファーストタッチがいいとこ置けたりとかするんですね。だから、いかにそのゴールっていうのを意識した上でプレーをするかっていうことだったりとか、やっぱその、前の過程を、この当たり前に、そこはもうできて当たり前で、その先にどうするかっていうところを考えられるぐらいまで、やれるかどうかっていうようなところだと思うので、まあそういった意味では、やっぱその、もっとそういうような、シミュレーション、シチュエーションっていうのを作っていかないといけないし、シミュレーションしないといけないですし、その、このゴールっていうのを、まず第一で優先で、こう、意識しながら、ファーストタッチ止めるとか、シュートを打つこと。やっぱそれを、考えなきゃいけないなというふうに思うんで。まあそういったところができてくると、さらにその精度っていうのは高まってくるのかなと、いうふうには思ってます。はい。まあそこですかね。まあ僕自身でもそういったことは言えるので、その精度を上げていかないといけないですし、前節もチャンスあったんでね、決めなきゃいけないんですけれども、チームとしてもそうやって20分打った中で、可能性、確率を上げていくとしたら、まあそういったところなのかなっていうふうに思ってます。あ、ルヴァン行くっていう皆さんも結構多そうですね。ありがとうございます。浅川タオルもうね、数え切れないほどありました。うちの家族も来てたんです。両親だったりとか、おじいちゃん、おばあちゃんだったりとか。で、次の日もね、おじいちゃん、おばあちゃんとか、まあ、家族とかでね、ちょっとね、松本の、ところをこう歩いたりしてたんですけど、いろいろ声かけられたところに、声かけられたりとかもして、たんですけど、やっぱりこの、タオルマフラー買えなかったとか、なんかいろいろ、まあ、いろんなね、グッズ買おうと思ったけど、全部売り切れてみたいなの言ってて、ありがたいことにね、本当に多くの方々がそういうふうに応援いただいてるんだなっていうのを改めて、実感しましたね。お、人生初アルウィンだった人いるぞ。応援。いや、震えましたね。あれはすごい。ありがとうございます。ようこそ、アルウィンへ。なんか、ようこそって言える立場かどうかわかんないですけど。そうそう、そう、散水してなかったんですよ。そうそう、だからね、上から見てるとなかなか伝わりづらい部分だったりとか、まあ、チームのそのね、こういうふうに今日やっていこうっていうのが、その日によってまたね、戦術的な部分も違うし、また違ったりするんですけど、そうそうそう、そういったスタジアム環境でもあると。だから、それを逆にね、ホームの利としているチームもあったりするんですね。例えば、まあ、よくある話、秋田とかとやった時は、熊本の時とかもね、すっごい芝生も長いし、ボッコボコなグラウンドだし、水もまかない。僕らはボールを大切につなごうというチームだったんで、で、彼らは、その、ロングボール主体だったりとか、ロングスローだったりとか、僕らに、この、不利益になるような、スタジアム管理をするっていう。まあ、それを、こう、意図的にやってたかっていうのは、まあ、多分意図的なんでしょうけど、まあ、実際に中に僕がいるわけじゃないんで、わからないですけど、でも、そういうような、やっぱ、ホームアドバンテージがあるっていうのは、まあ、そういったところですね。だから、まあ、宮崎戦、琉球戦も、下が滑ってたので、下のボールが、結構入ってきたりとかもしたんですけど、まあ、前回はそういったところもあったっていうようなところですね。はい。お、ありがとうございます。はなちゃんが PK。ありがとう。PK の時ね、カズマからもう行ってこいって言われましたね。すごい喜んでましたね。やっぱ彼も、まあ、山賀プレミアム見てくださっている方々はね、
彼のね、コメントにもあったと思う、あると思うんですけど、本当に彼自身もね、この試合にかけた思いってすごく大きくあったと思うんで、まあそういった意味では本当に彼が取ってくれた PK だったんで、全員がやっぱり思いを紡いで、で皆さんの思いも汲んで、背負って、やっぱPK ね、一本集中して、落ち着いて決めることができたっていうところですね。はい。逆走ね。そうそう。あ、タオル、マフラー、キーホルダー買いました。ありがとうございます。多分振ってると思いますよ、皆さん。多分ね。ちょっとまだ YouTube の方々が、誰なのかっていうのは、ちょっと、まだ僕は把握はしきれてるわけじゃないんですけど。そうそうね。だからまあ、その辺の、このゴール、試合終了後の僕のこの、まあ、手を振ることだったりとか、まあ、そういったところもね、ちょっと考えなきゃいけないなっていうのを、改めてなんかこう、ふとね、別にか、なんだろうな、点を取れたから満足とか、思ってるわけではないですし、ただなんかそういうところもあるし、やってもらった方にはもう一回もらえ、もらえるにっていうところってね、ありましたし、やっぱせっかく、最初はなんか、まあそういうところも一つ、こう、そこまで、深く考えられずに、シンプルにやっぱこう幸せをかみしめたというか、嬉しかったですし、ピッチできたことね、まあそういったちょっとなんかこのサッカー少年の心が出ちゃったなっていうようなところでもあって、まあ反省なところでもあるっていうところですね。はい。そうそう、もうあと1ヶ月ちょっとかな、ちゃんと Wi-Fi が入るんで、そうしたらもう少し、ちゃんとクリアになると思います。すいません。そう、画質もちょっと汚いかもしれないですけど。プレッシャーね、いや、プレッシャー、多分周りで見てる人たちの方がすごいかかってたんじゃないかなというふうに思ってます。はい。すごい、なんかいろんな方々が、まあ、こう、僕にね、DM してくださったりだとか、その当時の周りの様子とかをね、撮ってくださったりとかもしていただいた方があって、見たんですけど、なんかもうみんな、頑張れ、応援してくださってるとか、まあ、こう、息を飲む、あ、このことなのかなって思うぐらいのこの緊迫した雰囲気。まあ、少し僕も時間を、蹴るまで置いてたんで、本当に、まあ、YS 側の応援っていうかね、この僕を焦らせるような形だったりとか、他の選手の声っていうのが聞こえるようなところはあったので、ですけど、ほぼこうシーンとした中で、みんな多分し緊急あの3つあのあのゴールをね、見届けたと思うんで、まあ、そういった意味ではね、ゴールを取った後のシーオフだったりとか、やっぱみんながこう両手上げて、横の人たちとハイタッチする様子だったりとか、それを、僕はね、いろんな SNS から、DM だったりとか、僕もね、こう、見たりとかもして感じたんで、もっともっとゴール取らなきゃいけないですし、もう次は、勝って皆さんを喜ばせたいなっていうふうに強く思いましたね。はい。そんなこんなで。え？待って。え？早くお疲れですよ。お疲れ。これ本当に本物？ジュン。楽しかったね。すごいな。PK なんで蹴る方向変えたんですか？ マジか。え、これ本当に児玉ジュンですか？わかんないですけど。本人かな？え？いや、前日にね、いいイメージあったっていうのと、いや、多分ね、変えてくるんだろうなと思ってるんだろうなと思ったんで、もうそのままね、まあ、相手も多分こっちで来るだろうなって思ったけど、そのまま、いや、ここだったら取れないっしょっていうコースを狙って、もう相手がグーで来てもこっちはグーで倒しにかかるつもりで蹴り込みました。はい。
いや、めちゃくちゃ多分、本当に純だな、これ多分。動き出しとか常にシュートになるって感じ、対戦相手としても。いや、最後もね、ワンタッチの、樋口選手からの折り返しをね、僕と野々村が、ほぼツインシュートみたいな、僕結構メインに刺したんですけど、あれをこう止められた時もね、ついね、ナイスキーパーって言っちゃったけど、やっぱそういうね、試合でのこのヒリヒリ感の中で、駆け引きをし合ったりとか、常にそのね、ゴールを見たりとか、それはすごく、大学生の時からするとね、考えられないぐらい、同じチームでやってたから、すごく楽しい瞬間だったなと改めて思うんで、また一発でやりましょう。本物っすよ。すげえな。まさかの本物だ。ありがとう。出てくれて。また一発で対戦できることを楽しみに。それまでまた、次はね、PK だけじゃなくてもゴール取れるように準備していくんで、またヒリヒリした勝負しましょう。まさかの まさかの本人登場。すごいね。ありがとう、ジュン。一発で楽しみにします。ありがとう、ジュン。またやろう。皆さん、ジュンのね、SNS もチェックしてください。彼、食事とかもね、すごく作ってたりとか、すごいんで、ぜひ見てください。多分ね、またジャックしに行くと思うんで、一発を。皆さん、共に、ね、ジャックしに行きましょう。一発を。マイスのね、本拠地を。ということで、チャイムさん、ありがとうございます。自分の選手があんなに大勢のサポーターなのに。いや、奈良まで押しかけますよ。楽しみにしていてください。お互いいいシーズンになれるように頑張りましょう。よし、頑張ろう。ありがとう。ということで、すみません、ちょっとね、7分。7分ちょっとロスタイムありましたけど、まさかね、相手のゴールキーパーのね、児玉潤選手がね、本人登場してくれたんで、ちょっと盛り上がっちゃいましたけど。次はね、あさって、ルヴァンでね、山口との試合になるんで、ぜひ、ちょっと、ナイターゲーム、平日ナイターっていうところありますけど、でも、今年から LED に変わったっていうところもあって、演出ができるようになったんですね。だから、多分めちゃくちゃ面白い、またスタジアムになるんじゃないかなっていうふうに思うんで、それもぜひ楽しみにしていただけたらなというふうに思ってます。ということでね、またあさって、スタジアムでお会いできることを楽しみにしております。前回ね、スクショタイムってね、言われてね、スクショタイムできてなかったんで、ちょっとじゃあ、後でスクショタイムしますね、最後に。まずは締めさせていただきます。ということで、1時間ありがとうございました。また、あさって試合でお会いしましょう。お疲れ様です。おやすみなさい。YouTube の方もありがとうございました。スクショタイム。なんかね、前回も前々回もワンソールだったんで、なんかどんなポーズがいいかな。何がいいですか。一番早いものに決めよう。スクショタイム、どんなあれがいいですか。どんなスクショタイムがいいかな。キュン、決まり、OK。スクショタイム。あ、カメハメハ、やべえ、カメハメハだったな。やろうと思ったんだけどな。一番最初で言っちゃったんで、キュンでいきましょう。スクショタイム。いけたかな。ということで、皆さんね、今日も1時間ちょっとライブ参加していただきありがとうございました。また次のね、山口戦楽しみに。僕もね、ゴール取れるように準備していきたいなというふうに思うんで、頑張っていきます。ということで、皆さん、まだね、明日も仕事を頑張ってください。ありがとうございました。おやすみなさい。終わります。